ガールフレンド括弧仮君と過ごす夏休み。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。婚活偏差値39の男がお送りするガールフレンド括弧仮、では前回の続きからやっていきたいと思います。まあ投稿するってさ、夏休みなんだから投稿はしないだろう。でこれは勝手にね、オートセーブされるんで、前回の7月20日のところですね、ロードしましょう。まずは学園を見てみますか。こいつか、こいつはいいや。さよなら。学校には用はないな。町、あ、来た、桜井さん来た。これよし、あとは椎名さんと朝比奈さん、まあ、まずは桜井さんでしょう。顔分かりづらこれ動画だけだと判別できんな。今日も日差しがきついな。うん、私服もキュートだ。え、元気ないように見える？いや、元気ないようには見えない、実はちょっとね。今年の夏はすごく暑いでしょ。夏はね、毎年暑いと思うんだけど、太陽が頑張りすぎだよね。そう、今年が特別暑いとかってあんまり感じないですよね。夏バテ気味で、だから最近は夏バテ対策するようにしてるの。いろいろとやり方を調べたんだよ。うん、勉強熱心なのはいいことだ。まずクーラーに頼りすぎるのはダメなんだって。何、俺クーラーの風とかめっちゃ好きっすね。部屋を冷やしすぎ、その人工的に作られたものとか超好きなんで。体を壊しちゃうらしくてね。そのやっぱり人が作り上げたものっていう感じがするじゃないですか。だから今年の夏はなるべくクーラーを使わずに扇風機を使うようにしてるの。あとは水分の補給が大切らしいよ。なるほどね、まあ水分補給は大事っすね。冷たいのをガブ飲みするのは良くないから、常温のお水をペットボトルに入れて持ち歩いてるの。冷たいのをガブ飲みするのがいいんじゃないの。食べ物？ああそうだね、夏バテ防止の食べ物っていうのもあるよね。一番有名なのはうなぎかな。でもさすがに高いから。うん、麦はあんまり好きじゃない、嫌いでもないけど。夏バテに効果的？え、そうなの？梅干し？そうなんだ。それは初めて聞いたよ。いや、俺も初めて聞いたよ。そっか。確かにうなぎに比べればずっと安いけど、私梅干しは苦手なんだよね。あ、そうなのか。俺梅干しはねめっちゃ好きっすね。あ、好き嫌い多いんだね。他には豚肉も効果的らしいよ。梅干し食べられない人なんているの？いや、まあこれはこの他に気を引くために豚肉も効果的らしいよって。適当っすけどね俺の発言はいつも適当っす。そうなの？それも初耳だよ。めっちゃ上がったな。いや、適当だよ。豚肉効くかどうか俺知らないから。それなら私でも食べられるよ。いい情報ありがとね。いや、後で違うじゃんとか言われても責任は持てないよ。桜井さん、なんか他の人が何の話をされているんですか？だいたいさ、こんな道路のところでさ、こんな展開ねえだろ。何の話をされてるんですかって。椎名さんは学校じゃないんだから。夏バテ対策ってしてる？そうですね、長めに半身浴をするようにしていますね。半身浴も夏バテ対策になるの？半身浴ってよく聞くけど、普通にお風呂に入るのとは違うの？はい、肩まで浸からずにゆっくり30分くらいかけて入るんです。そう、女性の人でね、お風呂をね1時間くらい入るとかっていう人、まあ聞きますけど、俺ねあんまり長いは好きじゃないですね。もうさっと入ってさっと上がるみたいな。うっすらと汗が出るくらいの効果的ですね。夏はもう完全にシャワーオンリーですね。夜もよく眠れますし。そうなんだ、私もやってみようかな。え、君も？え、今の話聞いてた？俺やらないよ。私夏はシャワーだって言ったじゃん。効果があったか報告だね。ああ、そうだね。でもこうやってね、話を合わせるためにネタを作るっていうのも大事。ありがとう、椎名さん。俺はやりたくないけど、いいえ、お役に立てたなら嬉しいです。桜井さんがそう言うんだったら、そのネタのためにやります。いやー、有意義な一日を過ごしたな。まだ行動できんのか。あれ、椎名さんここにもいるよ。じゃあちょっと朝比奈桃子ちゃんの後輩さんのところに行きましょう。毎回ここにいるんだな。こんにちは。こんな暑い日はプールで遊びたいですね。え、マジで？お誘い？それは。はい、一緒に行かないか。いいね。ですか？積極的だ俺。でも今日は用があるので。今日はって言ったよね。今日はって。お預けです。別の日約束取り付けろ。
今取り付けないとダメだぞ。すごい汗ですよ。タオル持ってきてないんですか？俺別に汗っかきじゃないよ。すみません、私も今は持ってないんです。いや、そんなことより約束取り付けろ。でもそんな先輩にプールはおすすめです。今日は私の分も泳いで進んじゃってくださいね。一人じゃ行かないよ。プールはプール嫌いって最初に言ったじゃん。もう同じ感じ。いや、引き止めろ。せめて約束を取り付けてから引き止めろ。遅刻しちゃいます。あー、これはあれかな。楽しんできてください。やばい、このままだと別日に予定を入れられると思って、なんか予定が入ってるふりして去ってくっていう。こいつはさ、携帯でのやり取りしてんのかな。その今だとやっぱ LINE っすよね。 LINE のアドレスとか。7月21日。もう1日は過ぎる、早いな。あ、なんかある。桜井さん、なんかイベントらしきものが。でこいつは青髪。ちょ、青髪ってね、ちょっと失礼だよね。で椎名さんと桜井さんしか今名前覚えてないんだよ。望月エレナって多分あれだな、真ん中に最初に出てきた子だな。クロエルメール、こいつかな。喋り方が変なやつ。でちょっと、まずは最優先で桜井さんに会いに行きましょう。おー、どうしようか。これ何、どこ。ねえねえ、あかねちゃん、お、なんか出てきた。緑髪のやつ、めっちゃ不良だ。緑の髪の毛、私が一個一個紹介していくっていうの。なんだそりゃ。あ、それはいいね。タモちゃんらしい特集になりそう。じゃあ私の場合はマイク特集かな。それならボタンもマイクも一緒に紹介しちゃおうか。放送室探求の旅こいつ放送部みたいなノリで。うん、それいいかも。自分はね、あの小学校の時放送部だったっすね。なんで放送室に。確かに、なんで放送室に来た。私たちの声が、いや、声が聞こえたんじゃない。俺にはお前らがそこにいるということは分かっていた。完璧なるストーカーだからな。私がちゃんと閉めてなかったみたい。でもさ、放送室って基本的にあんまり部外者立ち入り禁止っすよね。おかしいと思った。ああ、うん、別に聞かれて困るような話をしてたわけじゃないよ。ちょっと放送委員会の会議をしてたんだ。会議って2人しかいねえじゃん。文化祭についてね。部長もいないのにいいのか、うん、決めて。私たちも作品を出すつもりなの。しかも今年の作品はすごいんだよ。映像を使って放送委員会の番組を作ろうと思ってるんだ。ああ、俺ね、そういうの得意っすよ。どうやって映像を撮るのかって。ビデカメでね、十分。今はビデカメで十分っす。そこはね、映画研究会にお願いしたんだ。ああ、でも映研に頼むと確かに撮影は私たちすげえ凝ったの作ってくれそうだな。映画研究会も学園祭用に作品を作ってるらしいんだけどね。そりゃそうだ。てかさ、なんでこいつさ、なんか右手を前に出してさ、仮面ライダーの変身みたいなポーズしてんの。お前右手疲れんだろそれ。あかねちゃんが頼んできてくれたんだよ。せっかくの文化祭だし、面白いものを作ってみたくて。それに放送委員会の活動をアピールできる絶好の機会だと思ったし。放送委員会の活動って普段校内放送するだけじゃないの。放送委員会に入りたいって人が増えたら嬉しいよね。うん、だから絶対いい作品を作りたいんだ。ちょうど夏休みで時間もあるから。充実してる夏休みだな。今年の夏休みはこの映像作品作りを頑張るって決めたんだ。ってことはこいつのストーリーを進めていくと映像作りをやらされるのか。遊んだりしないの。いい夏休みになりそうだね。そんなことより勉強しないと。いや、俺ね、勉強しないっす。うん、いい夏休みになりそうだね。俺も手伝ってやる。映像を手伝うのは俺好きだから。目標があるっていいもんね。何かやりたいことがあって、それをやり遂げることができたら、まあ、そういう高尚な考えはないけどね。忘れられない夏休みになると思うんだよね。一緒に映像を作ることによって、それを口実に。えへへへへ。そのビジョンはちゃんとあるんだよ。ね、いくつかコーナーを作ってそれをつなげた番組形式の作品にしたいと思ってるの。ほら、お昼の放送もいろんなコーナーがあるでしょ。生徒の話を聞いたり校内のニュースを話したり。それってさ、夏休みじゃできなくね。映像版みたいなのができたら生徒ってだって普通いないっしょ。学校に行かないもん。あ、うん、そうだね。確かに肝心なのはどんなコーナーをやるかだけど、それはね、その
まだ全然決まってないんだ。うん、まあいいんじゃない、まだ言わないでよ、おともちゃん。時間はあるし。恥ずかしがっても仕方ないよ。思いついてないのは事実なんだし。ここで俺が、ここで俺が一緒に作る。私、こういうのを考えるのは苦手みたいで、渡された原稿をどう読んだら面白いかっていうのならいくらでも思いつくんだけどね。なるほど、そういうのを考えるのか。一から面白いアイデアを考えるのって意外と難しくって。え、アイデア出しに付き合ってくれるの？いいのかな、私たちに付き合ってもらって。いいよいいよ、全然いいよ、やるやるやる。別に暇だしとか。いやいや、二人の力じゃなくて、俺は桜井さんのために頑張る。一緒に頑張って企画を考えよう。君はもう行ってよし。さてと、助っ人も加わったし。そうだね、左はちょっとテンションが高い感じがするな。まあ別にこのくらいのねテンションだったら全然いいっす。何から考えていく？左側のテンションになってくるともう嫌だけど。そこからなんて言ってた、やばい、話聞いてなかった。決まってないんだから。バックログをね見れるんですよ。あ、何から考えていく？何？私がどんなことをやってみたいか。は、いいこと言うな。翔くんとか、おめえ慣れ慣れしいぞ。あかねちゃんがやりたいことをやった方がいいって、絶対。それなら、私は何だって協力するし。ありがとう、そうだね、たまちゃん。映像を作るときはやっぱり ね、楽しむことが一番ですね。自分も楽しい映像を作って人が見てもらって楽しいっていう。私、実況を絡めたコーナーをやってみたいの。いいんじゃん、超得意だよ。確かにあかねちゃんは実況得意だもんね。いや、実況自分で得意だよっていうのもあれだけどさ。そうそう、得意かどうかわからないけど、やっぱり実況なんだよね。そう、実況だよ、実況。テレビで熱のこもった実況を聞いたら、それだけでワクワクしちゃうし、見た人があんな気持ちになれるような、そんな番組ができたら嬉しいなって。ちょっと俺の考えてるやつとは違うな。実況を生かした番組ね。具体的にはどんなんだろう。具体的にか、そうだな、それはゆっくり考えよう。何も思いつかない。まあ、いきなり言われてもなかなか出てこないよね。もう少し考えてみようか。そもそもこいつ名前なんて読むの。星、そうだね、知るっていう漢字一文字で、女性だとなんて読むんだろう。いいアイデアが出てくるはずだよね。三人よれば文殊の知恵。あれ、なんか始まった。え、今の何？時間が経過したよっていう描写もしや。あー、もう無理なんじゃないかな。そう、こういうねアイディアは出そうと思って出すわけじゃないんですよ。ふとした時にポッて出てくるものなんで。そうそうそう、アイス食べに行ってる時とかに、あ、これ面白いみたいな。せっかく集まったんだし、方向性くらい見えないと終われないよ。ねえ、もうさっきから何にも思いつかないし。ん？何か思いついた？何？え、なんか思いついたの？私たちだけじゃなく、他力本願だな。学校のみんなにも聞いてみれば。学校のみんなは今夏休みなんだから、いないって。もう何言ってんだ俺は。私たちじゃ思いつかない。なるほどじゃねえよ。どうやってさ、学校の人たちにコンタクト取るんだよ。こういうのはどうかな。放送委員会らしく、部活の宣伝を兼ねたアイデアを募集するの。自分たちの部活を宣伝したい子ならいっぱいアイデアを出してくれると思わない？なるほどね。それいいと思うよ。そういう方向に進んでいくのか。学園のサイトで募集をかければ、みんな気軽に企画を出してくれると思うし。おお、いつの間にか学園を巻き込んだ一大プロジェクトになってきたよ。そうだね。すごくワクワクしてきたな。ありがとう。君のおかげで方向性が見えてきたよ。お役に立てたなら何よりだ。そうと決まれば、まずはあれだ。アイスで、アイス、アイス食いに行こうよ。ほらほらほら。こういうコミュニケーションを取るっていうのも重要なんだよ。それはね、分かってないな、桜井さん。考えすぎて頭が痛いんだよ。糖分補給しよ。ねえ。まあ、いいか。
じゃあみんなで行こっか。いいよいいよ、今日俺がおごるよ。サーティワンとかのアイスクリームなら俺がおごる。あれ、これもしやさ、もう夕方になったってことは行動力なくなるっぽくない？あ、なるほどね。一回でイベントが終わる可能性もあるのか。ごめんね、アイスまで付き合ってもらっちゃって。うん、しかもおごってあげたからな。自分も食べたかったから平気。そっか、ならよかった。俺マジ偽善者だな。ところで君は夏休みの予定は決まってるの？いや、決まってないよ。毎日寝てばっかり。なんて言ったって夏休みの過ごし方を先生に聞くくらいだからな。だからぐーたらもしたいけど、ちゃんと体も動かした方がいいよ。私はね、毎朝公園で体操に参加してるんだ。あ、聞いた聞いた。近所のそのね、有力情報。俺も行く俺も行く。意外といい発声練習になるんだよね。発声練習。早起きもできるし。ラジオ体操って発声なんてあったっけ？いいことずくめだよ。もしよかったら、あ、行くよ行く行く行く。一緒に参加する？朝から体を動かすのは気持ちいいよ。お、私こっちの道だ。それじゃ、今日は本当にありがとう。いやー、これ夏休み開始何日目だ？まだ。お互い3日目とかなのに。気をつけようね。あ、バイバイを聞くの。カットしてしまった。いや、まだ7月なのにこんな展開になるとは。これは楽しみだ、夏休みが。はい、というところで、なんかもうかなり桜井さんと仲良くなってきた感じがしますね。というところで、じゃあ次回は7月22日、ここからやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。